リック・ルービンは、アメリカ合衆国の音楽プロデューサー、レコードレーベル経営者。アメリカンレコーディングス及びデフジャムレコードの創始者で、あり、後年は、コロンビアレコードの共同社長を務めた。ビースティ・ボーイズや、ランディ MC をプロデュースし、ヒップホップをメジャーシーンに押し上げた。現在までに手掛けたアーティストは数多く、レッドホットチリペッパーズ、スレイヤー、メタリカ、 システム・オブ・ア・ダウンといったロックバンドからジョニー・キャッシュやアデルなどのシンガーソングライターまで幅広く活躍している。2007年にはタイム誌の選ぶ世界で最も影響力のある100人に選ばれた。また MTV は彼が過去20年間で最も重要なプロデューサーだとしている。ニューヨーク州ロングアイランド南部のユダヤ系アメリカ人の家庭に 一人息子として生まれる。ニューヨーク大学在学中の1984年にデフジャムレコードを設立。同年に LL クール J やビースティボーイズのシングルをリリースする。1986年にはランディー MC とエアロスミスによるコラボレーション、ウォークデ i スウェイを実現させ、ヒップホップとロックの融合に成功する。1988年にデフジャムを脱退し、 ロサンゼルスに移住。新たにデフアメリカンを立ち上げる。この頃からロックバンドのプロデュースを担当するようになり、スラッシュメタルバンドであるスレイヤーのレイン・イン・ブラッドやオルタナティブロックバンドのレッド・ホット・チリ・ペッパーズのブラッド・シュガー・セックス・マジックをはじめとする作品を手がけた。1994年には大物カントリー歌手ジョニー・キャッシュのアルバム、 アメリカンレコーディングスをプロデュースした。また、アメリカンレコーディングスからリリースされた作品以外にも、ミック・ジャガーや AC、DC、そしてメタリカなどの作品をプロデュース。ウィリー・ネルソン、ニール・ダイヤモンド、ドノバンなど、主に60年代から70年代にヒットしたフォーク、カントリーのアーティストのプロデュースにも意欲的に関わった。2007年5月には、 コロンビアレコードの共同社長に就任。2012年にはプロデュースしたアデルのアルバム21がグラミー賞最優秀アルバムを受賞した。サウンドとアレンジには徹底的にこだわる一方でアーティストには寛大な姿勢で接し、その人柄から慕われることも多い。リクシ i e c h i のナタリー・メインズによれば、ルービンは音楽を意識的に作り出させるのではなく、 自然な形で出来上がってくるのを待つ忍耐強さがあるといい、彼はグルのような存在だと語っている。一般的な音楽プロデューサーと異なり、スタジオでの作業に常に関与するわけではなく、多忙のため席を外していることも少なくない。この点は長年の名優であるスレイヤーのケディ・キングも認めている。スリップノットのコリー・テイラーはルービンがプロデュースした。 ボリューム3の制作時を振り返って、彼とはレコーディング中に4回ほどしか会わなかったと語り、ボーカル取りの際に彼は何もしてくれなかったと不満を述べた。多くのアーティストから支持される一方で、スタイルの合わなかったミュージシャンも存在する。U2 やミューズ、ベルベット・リボルバーは、アルバムの制作途中で、ルービンとの仕事を打ち切っている。ありがとうございます。